ラオス。妻は修行中だぞ。チーターの檻で足の速さを鍛えてる最中だ。お前も修行するか？いいぞ、いつでも大歓迎だ。そうか、じゃあお前にはライオンの餌付け修行をやってもらうぞ。この生肉をライオンに直接手で与えるだけだ。自分の手を食われないように気をつけろよ。恐怖心を払拭する修行だ。ライオンの檻はあっちだぞ。放り投げたらダメだぞ。あくまで直接手で口に運ぶんだ。俺はどうやらお昼寝の ライオンチャンネルだビャン。なにこいつ、超弱え。俺最強。次はボンゴリをボコボコにしてやるビャン。